には中央に来ていただいて、軽くね、今日のイベントの感想とか聞いちゃおうかな。ちょっと一歩前に出ていただいてね。久々のサーキットどうでした？いやね、私多分撮影で何回か来たことはあるんだけど、もう本当にガチで来たのは2年ぶり。あ、じゃあ本当に車の横に車両立ちサーキットでするっていうのも2年ぶり2年ぶり聞いて。何車両がなかった今日。私ね、ちなみに確かさ、18番の車の横に立ってくださいって渡されたよね。渡されて、ですごい期待して行ったんだけど、車がなくて18だけ書いてあって、なるほどね。そう、18番グリッドにただ一人。そう、じゃあ皆さん後でなんかペイントとかして合成とかしてあげてください。ナイスな23号車合成してもらって、ぜひお願いします。そう、今日のコスチュームもちょうどなんかロゴ入れやすそうで、ね、位置が、ね、そう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 、空いてたからね。そうそうそう、カスタマイズしてもらえればと思います。女の子の乾杯のグラスは誰が用意してくれてるんでしょうかね。まだ用意されてないみたい。じゃあもうちょっと喋っていいかな。そうだね。じゃあ車なかったじゃない、うん、じゃあそれはまあ置いとこう。うん、置いとこう。そんな思い出もできた25周年、うん、一番今日じゃあ印象に残ったのは何でしょう。今日印象に残ったのは、うん、なんだろう、グリッドワークが寒すぎて辛かったから。あー、これさ、レースクイーンあるあるですよね。そう、あ、でも、現役の時は、なんか、全然平気だったの。本当に？そうで、冬は冬で、冬こそだし、でも今日ずっとノースリーブだったから、そう、ちょっととかなんかあれだよね、ずっとノースリーブってミク言ってたから。ミクちゃんすごいよね、1年を通して。すごいなって思った。好きだよね。そうそう。私全然寒くなかったな。って言ってたよね。あのウェッツのコスチューム2013でコスチュームグランプリを受賞した。ですよね。あれ伝説のね、自分で言っちゃっていいのか分かんないんだけど、あれが伝説のコスチュームということなんですけど、あれ上がなんかね、綿が入ってるの。だから結構機能性があってすごいあったかい。ちょっとダウンみたいな感じになってるんだ。そうそうそう、いいな。その割にさ、結構透け散らかしてるじゃない。あー、まあね、透け散らかしてる。寒さは感じない感じ、上が暖かければ。まあね、まあ、そこの上のダウンでお金を使っちゃった感じ、突っ込んでるから、ああ、まあ、下はスカスカだけど、まあまあまあ上だけ暖かかったらいいかなみたいな感じで。なるほどね。まあいろいろあるからね。そう、ウェッツさんといえば年々さ、セクシーなコスチュームでロングパンツがイメージだったけど、今年ゆきちゃんになってショートパンツが復活したじゃない。ね、先輩としてはどうですか、着てみたいとか思っちゃったりする。ああ。忘れられないな、ちょっと間があってね。いや、まだそれもそれでさ、今年の3人のなんか身長のバランスと、あのショートパンツがまたなんかスポーティーでエロさがあって。わかる。そうだね、そうだね、エロさだけじゃなくて、そのバンドらしさも残ってるし。そうそうそう、言っときたいんだけど、ウェッツはエロいんじゃないんだよ。あ、ウェッツは失礼しました。そう、もともとなんかバイクに乗ってる女の人みたいな、かっこいい女の人みたいなのがイメージだから、ちょっとキャットスーツみたいなイメージのものを進化させてるってこと。そう、だから決してエロくないの。あれはセクシーな、かっこいい大人の女性のコスチュームなの。なるほど、大人の女性が着るべきコスチューム。そうそうそう。そしてグランプリのなんかいやらしくなりましたね。さあ、そんな間にね、まだ着々と準備は進んでるんですけれども、はい、じゃあグリッドウォークが印象に残って、じゃあ、マヤはどうなんだ。まあ、あとはギャルオン、久々のギャルオン。あ、ギャルオンね。いや、緊張するね。あれはね、ちょっと聞いちゃダメだよ。結構辻さんから NG 食らったけど、やり直してもいいよ、今。やり直す。あ、言っちゃう。でも、え、やる？やる？なんだっけ？やろうか。でも、なんか二人で打ち合わせしてるからすごい羨ましいなと思ったの。そう、超練習したんだけど、なんかやっぱダメだね。そう、せかされちゃったもんね。そう、1分半。そう、最近とかはスーパー GT 皆さんご存知だと思いますけど、1分ですよね。そう。短いよね。短いし、しかも私暗記したことないの、本当に。言ってたね。それが聞いててね、びっくりしたの。そう。え、じゃあマネージャーさんとかコントローラーさんがカンペを毎回持ってくるってこと？いや、違うの。ウェッツっていや、ゆきちゃんは多分違うと思うよ。私の時の代はこういうなんか看板みたいなので、なんかガーデンでイベントやりますみたいなやつの裏に思いっきりカンペを毎回貼ってあったの。だからそれを顔見してたから、暗記する必要がなくって。そうね、みんな分かってたのかね。いや、みんな多分分かってない。
そうね、ニスノはもう厳しくて、うん、その一番最初の時にもう覚えなきゃいけなかったからね。去年っていうか、チナッティが出た時の方がコメントは長かったのかな、もしかしたら。あ、そうなのかな、どうなんだろうね。あ、でもちょっとこの後お話聞いちゃったりとか、ね、言ってる内容とかももしかしたらね、違うかもしれない、ね、進化してるかもしれないですからね。そうですね。さあ、ということで、まあ、この辺にしといて、みんな、はい、女の子の乾杯の準備が整ったようなので、お手元にカメラマンさん、はい、乾杯の準備ない方もいらっしゃると思いますが、はい、ね、エアで行きましょう。はい、では乾杯のご発声をお二人にお願いしたいと思います。一言、なんか、まあ後ろにね、看板もありますからね。はい、ということで、ね、皆さん今日は乾杯的な感じでも、はい、ギャルズパラダイス25周年、はい、アニバーサリーということで、はい、本当に朝からありがとうございます。ありがとうございます。私たちもね、呼んでいただけてね、本当に大賞取ってよかったよね。よかった、本当はレースクイーン大賞取ってよかったなって思えたね、今日一日。これからもギャルズパラダイスさんはやっぱレース以外にも楽しいイベントとか盛りだくさんだと思うので、はい、これからも引き続き皆さん、レースクイーンとギャルパラをどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ここからの時間は、はい、楽しんでみましょう。イエイ。ということで、ドリンクカウンター近くには軽食のご用意もございますので、こちらセルフサービスとなっております。で、女の子も軽食はお召し上がりいただけるんでしょうかね。はい、お召し上がりいただけるという